りました。今日も教えることはできませんが、共に学んでいきましょうということで、早速本日のお題を読んでいきます。忙しいという人は本当に忙しい人ではない。めんどくさいやりとりから逃げているだけである。こちらを今から読んできます。私は忙しいという人で、本当に忙しい人に出会ったことがありません。本当に忙しい人は、忙しいという返事すら返ってこないはずだからです。忙しいですかと尋ねて返事すら返ってこないとき、本当に忙しいんだなと思います。本当に忙しくて大変なときは、話しかけられてもそれに気づきません。気づけない。集中しているため声が耳に入らず、また入ったとしても忙しすぎて返事ができる余裕がありません。本当に忙しい人は、忙しいとは言わないのです。むしろ忙しい人は余裕のある人です。忙しいという返事ができるくらいに時間に余裕があるのです。忙しい人は余裕はあるけれど、面倒なことから逃げている場合が多い。友人の誕生日プレゼントを忙しいから買う時間がないと言い訳します。本当に買う時間がないほど余裕がないのでしょうか。忙しいという暇があれば、その時間に買ってしまえばいいのです。その人はただ誕生日のやり取りが面倒だから忙しいと言って逃げているだけです。お誕生日おめでとうの一言が言えないくらい本当に忙しいのか振り返ってみる必要があります。そんなに忙しい仕事であればとっくに過労死しているはずです。余裕のない人生はもはや死んでいるも同然です。人間関係を大切にできないほどの忙しさは、自分だけではなく家族や友人、人生までを殺してしまいます。そんな仕事はさっさとやめてしまった方が本人のためです。今日の格言、忙しいと口にしている自分の生活を振り返る。なるほどね。よくわかるね。俺もよく忙しいって言い訳するね。ただ本当面倒なんだよね。ほっといてくれって感じ。そういう時もありますね。最近ちょっと前に気づいたんですよね。例えば飲みに行こうとかなんか誘われるんですけど、これ飲みに行ってなんか自分にプラスになるのかなとかって考えた時に、なんか別に飲みに行かなくてもいいやってなりますね。なんかその時間自分になんかプラスになることしてた方がいいなと思っていた時に、アドラー心理学、今すごい流行ってる本、それに出会って読んだ時にバシッとそういうことが書いてあったんですよね。人の人生を生きるなみたいな感じ。要はその人の都合に合わせてると、その人の人生を生きてるっていうことになるっていう考えですね。なるほど、確かにと思いましたね。別に自分がやりたくもないことをしたくもないことを、心がなんか乗らない、そういうのに対して、まあでも付き合いだからな、しょうがないかなみたいな感じで、今まではそんな感じで付き合ってたりしてたんですけど、やっぱり自分の人生1日24時間しかない、この限られた時間の中で、なんか人に合わせてその人の人生を、その人のただの暇つぶしに関わる、そういうのはやっぱ良くないなと思いました。例えば、仲間とかもそうですし、親からなんか言われたりとか、その人の人生じゃなくてやっぱ自分の人生なんで、自分が本当にやりたいなとか、これやったら楽しいなっていうことを、なるべくね、自然の、それが自然な流れなんじゃないかなっていう、思う今日この頃です。なので、言い訳して、断るのもありなんじゃないですかね。結局は自分次第。やりたくないこともやるのも、やらないのも自分。やってて、やっぱつまんねえなってやってるも、結局そこに行ってるってことは自分が行ったから、自分が撒いた種だから仕方ない。結局は、自分の心で耳を傾けて判断するのがいいんじゃないですかねと、自分は思ってます。
ということで、本日も勉強になりました。ありがとうございます。